名探偵ウェブのおちゃんです。まさです。あさひです。今日は渋谷の街に来てます。で、何やるのかっていうと、渋谷の街でカミングアウトをしてみたいと思います。カムカムこういうボードを用意したので、それぞれボードでちょっと貼っつけてもらって当ててもらおうかなと思います。で、最後に実は僕たちトランスジェンダーなんですって言った時の反応がどんなもんなのかっていうところで、あれですね、カミングアウトまでしちゃうしちゃうみたいな、最後丸々反応を見るだけですよ。渋谷っていう街で、LGBT どれぐらいの方知ってるのか、どのセクシャリティって思うのかとか、どう見られるんだろうねとか、もろもろ含めてちょっと聞けたらいいしかないと思います。めっちゃ気になる。もう早速調査行ってみたいと思いまーす。行きます。はい、ということで一組やっと OK いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあもう早速なんですけど、LGBT って知ってます？知ってます。知ってますか？はい。知ってるきっかけとか何かあれ？高校の時にグリーンにハマって、はい、ドラマの。で、そこの関連の友達がいっぱいできてから、周りにそういう人が入るようになって、それで自分で勉強するようになりました。じゃあ全然違和感もなく当たり前ですね。違和感とかあるんですか？ここでなんですけど、おい、僕たちそれぞれ、どのセクシャリティに行きます。そういうことはやっても大丈夫なんですか？はい、あー、全然プロは大丈夫。はい、ははおーちゃんが、トランスジェンダー、マサがゲイ、アサヒがバイセクシュアル。実はですね、全員ここです。あー、マジっすか？はい、全員。いや、でもみんな綺麗な顔してる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、もう一個あります。もともと、なでしこリーグの女子サッカー選手でした。いいリアクションを。みんなです。すごい。はい、ということで、2組目です。早速なんですけど、実はここのどこかにどれぞれのセクシャリティがあります。はい、ちょっとこれ、当てていただければと思うんですけど。難しいな。難しいな。こういう結果ですね。おっちゃん、まさがゲイ、で、あさひがトランスジェンダーということで、はい、正解なんですけど、全員ここです。そうなんだ。うんじゃん、うんじゃん。はい、ありがとうございます。そうなんですね。そうは全員トランスジェンダー。やっぱ会見だけだと全然わからないです。で、あともう一個あるんです。はい、僕たち全員です。もともとなでしこリーグの女子サッカー選手です。結構 YouTube でそういう方見るんで。はいはい、まあ、いやこれ素敵な男性にしか見えない。ありがとうございます。はい、ということで3組目 LGBT 知ってます？知ったきっかけとか友達にはいないですけど、普通に文化的に興味があったりとか、なんか一時期自分もバイセクションじゃないかと思った時に、そうなるほど。ここで早速なんですけど、実はですね、僕たちなんですけど、ここのどっかのセクシャリティに入ります、はい、ちょっとそれを予想していただければと思います。みんなどっかに入る？みんなどっかに入ります。でも失礼とか言わないですか？はい、こういう結果になりました。正解はですね、全員ここです。あ、そうなんですか。はい、全員トランスジェンダー。はい、そうです、そうです。で、もう一個あるんですけど、3人とも共通しているのが、もともとなでしこリーグの女子サッカー選手です。はい、あ、ガチで運動してた人たち。そうです。4組目ゲットしました。ありがとうございます。LGBT 知ってますか？ふわっと、はい、ふわっと。なんかこうふわっと知ったきっかけとかってどういったことですか？SNS って。あ、そうなんだ。周りの友達でそういった友達がいたりする？あ、はい。あ、いらっしゃる。はい。じゃあそんなになんか気にしたりとか？え、全然。あの、全然、はい、ということで、実は僕たちってこの他にそれぞれどこかにいるんですよ。はい、全員当てていただきたくて。おお、めっちゃ悩んでます。
めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。はい、ということで、朝日とマサが、バイセクシャル、僕はオーチャンガール、ゲイっていう結果になりました。実はですね、全員ここです。え、トランスジェンダーなんで、全員元女の子です。あんたたちと一緒だったのよ。一緒一緒。すごい。めっちゃいいですか。はい。すごい。もう一つあります。全員、なでしこリーグの女子サッカー選手です。はい。マジです。はい。いや、めちゃめちゃびっくりしました。めちゃめちゃびっくりしました。めちゃくちゃびっくりしました。はい。いやー、ありがとうございます。5組目、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 LGBT についてどう思ったのか、何か思ったのか。ちょっとあんまり考えてないですよ。はいはいはい。僕は、私、これのどこかにいるんですよ。それを、ぜひ当てていただければと思います。パッパッパッと。全然全然全然もう失礼です。はい、ちょっとね。はい、こうなりました。実は全員です。ここでもともと全員女子です、はい、なおかつ全員こんな感じです。元なでしこリーグの女子サッカー選手してました。あ、今だった見たことないですね。なんかフィリピン行ったらなんかニューハンとか見たんですけど、はいはいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで6組目です。ありがとうございます。 YouTuber シマッチョちゃん。あ、そうなんですよ。シマッチョ、シマッチョちゃんの借金に。あ、そうなんです。皆さんぜひチャンネル見に行ってください。ということで、ちょっと今渋谷の街でお聞きしてるのが LGBT に厳しいってますか。なんかこちらふんわり終わりですね。実はなんですけど、この中のどこかに存在してるんですけど。え、あ、そうなんですか。はいはい。で、ちょっと当ててもらう予想も僕と直感でしていただければ。どの人かどうなんですか。これがマサ。マサなんだ。マサです。かわいい。マサは見た感じ女の子っぽいんでレズです。間違う。あ、レズビアで。なるほどね。はい。こういうお茶系です。はい。じゃあこれで実はですね。お。全員ここです。あら。全員もこの女の子です。ええ。いい。ああ。え、ダンホル。あ、男性ホルモンですね。ダンホル。すごいすごい。素敵も溜まってます。もう一つある。実は全員。なでしこリーグのサッカー選手です。それが、それが、全員、なでしこリーグの選手で、なおかつ女性から男性に戸籍を変えた YouTuber3 人組で始めました。僕はサメ島綾。あ、同い年ですね。先輩ですね。なんか、しかし嫉妬ってんの。そう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 。えらい、なんか当て取る。桜。はい、渋谷インタビュー終わりました。結構あれだね、答えてもらえる方探すのが大変だったね。意外と、なんかね、キャッチの人かなみたいな感じだったから。まあでも、5、6組答えてくれて、なんか反応良かったね。意外となんか今の時代に新しくて素敵って言ってもらえて頑張ってくださいみたいな嬉しいね感じで、渋谷の街の反応は意外とそんな知らない人もいたけど、ふんわりはなんかテレビで最近聞いたことあるなみたいな感じで、全く知らないみたいな方はいなかったね。そういうところ歩いてる人たちも若い、若い方が若いっていうのもあるかもしれない。今日20代の方だね。なんで次はね、ちょっとディープな街なのか原宿なのか、ちょっとそういう街にも行ってみたいと思いますので、楽しみにしててください。バイバーイ。バイバーイ。